かかりました。いいぜ。まだ家に帰れる時間じゃないの？そこのお客さん、新型のスマホお買い得ですよ。超巨大パフェ。行きましょう。うん。はい。こんにちは。まあ。ありがとうございます。はい。この前のあれさ。
私の剣技をご覧に入れましょう。ターゲット捕捉。マシンガンゼロ。おいしそうな獲物だと。こんだけじゃ全然足りない。満足させてくれるかしら。好きだろ。見え見えよ。こんだけじゃ全然足りない。もらった。瞬間ブロー。油断禁物だ。今少しよい。これをお渡ししたくて。さあ行きましょうか。油断は禁物ですよ。さあ行きましょう。
超巨大パフェ。当店の新商品はいかがですか？常連さんの紹介でしたか。当店の人気商品は、S 級の美味しさですよ。トレーニングの成果が出たな。まだ家に帰れる時間じゃないな。最新型のスマホお買い得。欲しいのかい？これでいいですか？どうも。はい、毎度です。いらっしゃいませ。当店のイベント商品何でもあります。いや、何か欲しいのかい？これでいいですか？どうも。はい、毎度です。うちの焼き鳥は賞金首も立ち止まる美味しさ。ご注文は？よし来た。見事イベント上。うちの焼き鳥まだ家に帰れる時間じゃないな。最新型のスマホ。この前のあれさ。料理システムがご利用できる。料理はそれぞれクリックすると料理追加を作戦。ターゲット捕捉。なめんなよ小僧。Shut up!
ビビって声も出ねえ。行くぞ。逃げんな。もらった。油断禁物だ。いい栄光です。それは、あれはラボへおいでください。この前のあれさ、ラボの周辺です。あの、さっきのは緊急時とみなして。あれ、あ、いえ、何でもありません。教会の研究員として常に慎重かつ、はい、申し訳ありません。早く研究成果をヒーローさんに説明。ごめんなさい、私は教会の研究員です。デジタル高知能型戦闘能力増幅、戦闘力を強化してくれるものなんです。実力を大幅に上げてくれるんですよ。これは人間の意識を応用した技術。生きている限りいろんなことを経験するものですから。新しいチップは使う者の心持ちを一変させ意志を。どんなに臆病な人でも怪人に立ち向かう勇気を手にできるように。なので、略して石チップと名付けました。石チップを使えばさらに強力なステータス、より強力な効果をもたらしてくれます。早速石チップの装備を。石チップシステムがご利用。まだまだ。まずはこちらクリックして、石チップの、石チップを使うとステータスレベル装備をクリックすると、説明は以上です。遠慮なく聞いてくださいね。石チップを使えばさらに上手に組み合わせれば戦闘力を皆さんのお役に立てると嬉しいです。わからないことはいつでも聞いてくださいね。